カベチャンネル。はい、そういうことなんですね。スイーツマカベチャンネル始まりました。え、こっち、あ、こっちかい。スイーツマカベチャンネル始まりました。今回はね、ハンバーガーチャンピオンシップ2023、一番最初のオープニングを僕とこけしで飾ったわけなんですけど、世界に挑むジャパニーズバーガーの祭典、ジャパンバーガーチャンピオンシップ、3日間行われたイベントは連日長蛇の列、大盛況で幕を閉じました。バガってますか。 PR 大使を務めた真壁と本間はオープニングセレモニーに登場。ありがとうございます。お、とてもコアなファンがいらっしゃいますね。誰がコアやねんおい。それでは実食どうぞ。あのね、これ食ってみな、本当にお前ら飛ぶぞマジで。まあ、そんくらいうまい。飛びたいですね。これはやばい。それだけじゃつまんないじゃないですか。だから今回はこの周りにある店舗回っていろんなハンバーガーを、ね、味わってみたいなと思うんですよ。ハンバーガー真壁ですね。違う違う、ハンバーガー真壁で売り出したら仕事なくなっちまうから。それはそう、それはそれでじゃねえバカヤロ。今日はね、いろんな意味でハンバーガーをちょっと楽しみたいと思う。ちょっと行ってみる？ねえ、ちょっと行こうよ。すごいっすか。ハンバーガー800円で販売しております。いや、でも選べないじゃん。選べないね。どうします？ただでもあのほら、あのミートのかかったあれもそうだけどね。あれ、あの、この間やってましたね。これはもういいですよ、欲張りのやつですよ。すごいね。あ、赤レンガ。俺ね、学生の頃ね、この横浜のこの町にね、デートしてきましたよ。はい、誰とですか。え、誰とじゃねえ、それ昔の彼女だ。何さんって言っちゃダメ。それ言ったら大変なことだ。え、ね、当たり前だろ、まあ男の時って何が楽しいんだろうな。ということで、2人が特に気になったハンバーガーをいただきます。おい、来た、おい、来た。さあ、いけちゃう、これ。あ、違うの、これ。あ、違うね。キングバーガーとクイーンバーガー。キングとクイーン、目音です。なるほどね。やめろバカ野郎、くっつくんじゃないよこの野郎。お前これやばいでしょ。この佇まいをまずは見てよ。ハンバーガーの楽しみ方って、これただ食えばいいだけじゃねえのよ。この見た目なのよ。このね、バンズに挟まれたこのパテたちを見てくれよマジで。いただきますか。うまい。あ、うまい、これうまい。バンズのふかふか感がまずいよね。あのね、このアロレ、アロレ、アロレのねこのパテのさ、肉肉しさがやっぱ言うことないよね。あのね、それ口の中に入れるとね、アロレ、アロレのねあのジューシーさと、このチーズとオニオン、このオニオンがものすごくさ、あの中和してくれるの。これめちゃくちゃ次から次いけちゃう、これ。肉の味がどうなの、もうすごい。はい、肉の、うん、あの、肉の美味しいっていうのが違います。あのね、こけしの声が、あとマイクの声かき消されたって、で、何を言ってるかちょっと分かんなくてさ、マイクの音でけえのよ。10点中これ何バーガーですか。10バーガー。最初に10つけて大丈夫ですか。もうね、これは10バーガー。これうまい、ごちそうさま。これうまいわ、うまい。続いてのハンバーガーは、何これ。これね、硬いね。これフランスパン、硬い硬い。いやいや、すごいですね。あ、うまい、うまい。あの、うまい。フランスパンみたいにカリカリでちょっと硬さがあるのよ。ただね、俺前から言ってる通り、人間も同じで歯ごたえのないじゃないか、興味ねえって言ったの。めっちゃ笑う、うん、めっちゃ笑う、笑うだよ。久しぶりに、うん、その言葉聞きました。聞いた聞いた。歯ごたえがあるじゃん、ダメだよ。あ、これうまいな。チーズ
ですか、それ何なんですか、チーズマカベさん。1、2、3、4、少なくとも4枚、見えるところで4枚。俺やばい、俺さ、いろんなチーズの主張があって、はいはい、チームとして成り立ってるじゃないですか、ロスインゴじゃないですか。あのね、こけしさん、ロスインゴだけは認められませんよ。ただ、それぞれめちゃくちゃなこのインパクトを残してるよね。それは確かにロスインゴはロスインゴだよね。辻選手はどっかに入ってる。辻はね、多分上からね、バカ野郎、あの野郎さ、あんだけ可愛がってやったのにさ、ロスインゴ行きやがってやるの野郎なあ、バカ野郎お前、靴買ってやったよバカ野郎お前。俺靴買ってやったよ、まあ、あいつ1から6万ぐらいする靴買ってやったよ、まあ、裏切られて、うん、裏切られて、バカ一番恥ずかしいじゃねえかこの野郎お前。これちなみにこれは10バーガー中何バーガーですか。11バーガー。ほら、さっき12したから、うん、上がっていくしかない。11バーガー。こけしぶと同じなのよ。あのね、噛めば噛むほど味が出てくる。それぐらい こいつと同じだよ、このパンね。うまいよ。そういうやつなの。ゲー。よいしょい。さあ、お前、鼻かんねんじゃないよ、お前。もう始まってんの、今。さあ、何これ。お、何これ、これはこれ、あの肉が、ああ、これ、ああ、さっきのやつよ。さっきのやつよ。かけろって、おい、え、この上にかけちゃっていいから、ここ、いや、ワクワクするね。何ですかね、すっげえワクワクする。これはやばいっしょ、これ絶対これうまいよ。うわうわうわ、じゃあ行きましょうか。でーん、うわーやばいね。はい、いただきます。あー、うまい、これうまい、うまい。これはさ、反則だよこれ。ミートソースぶっかけちゃってるから、もうね、めちゃくちゃうまいのはもうお決まりなのよ。うまいものにうまいものかけてんじゃん、かもうかまないよこれ。ミートソースが全ての味をまとめてるから、もうね、もうこれ食って満足しないやついない。何バーガーですか。8バーガーです。そう、そうなの、違うのよ。あの、俺の言い分よ、あの、俺たちプロレスラーじゃんか。で、自分たちでさ、体鍛えてなんぼでこの世界まで登ってきたじゃんか。そういう人間からするとさ、あの、このミートソースに安直に助け求めんなよっていうのは正直なことなんでね。あの、美味しいのは分かってんの、ド直球で来いってことで、ね、そういうことです、そういうことです。ほら、俺たちそういうところで勝負してるからさ、よろしく。美味しいハンバーガーに大満足の2人。こういう屋外でさ、彼女とかさ、家族とさ、一緒に食ってみなって、めちゃくちゃ楽しいと思うんだよね。だからこそやっぱね、こういう場に来て食べるのが一番いいと思う。自分の推しを探して見つけて、まあ、でもね、こういうの売りにしてるといろいろあると思うんだけど、お前メーカー見て、あのステージの音にかけされてんだよね。こう聞こえねえんだもん。